今回はドクターストーンのアニメ3期9話を視聴した人の反応を紹介します。これ見て陸上自衛隊の偽装された車両を思い出した。スイカがとにかく有能なんだよ。前回銀狼が生き残りだと分かった時は全く期待してなかったけど、状況が悪くて信じるしかない。せっかく琥珀がラボが欲しいと伝えたが、もう逃げようとする銀狼くさ。ゲスな銀狼に少しでも期待するのは間違いだったか。ヤギさんが敵に奪われた。自分が助かったことの意味を考えて行動しろ銀狼。みんな石像にされてバラバラになってるの悲しい。銀狼は破損してないな。銀狼だけは連れて行こうとする銀狼。ゲスだけどこんな一面あるから嫌いにはなれん。実際同じような状況なら、多くの人は最初の銀狼のような行動を取ると思う。スイカの陽動作戦来た。体を丸めて、正面から見たらもはや頭だけの状態でここまで転がったり、高い跳躍力を持っているのを科学で解明するのは、石化光線並みに難しそう。スイカの人材ムーブどうなってんの？銀狼、スイカの語尾が映った。前は旋空の100億倍の口癖使ってたし、影響されやすいというか、スイカが頑張ってること尊敬してるんだろうな。スイカがおとりという、危険な任務やってるんだから、その隙に銀狼がラボを持ち出さないと。石像になってからまだ数時間だからさすがにまだ意識保っているね。石像の状態でもなぜか意思疎通できるのすごすぎ。さすが、命がけで成長してきた兄弟だ。ようやく覚悟を決めた銀狼。時間との勝負だからめちゃくちゃ急いでるのが伝わってくる。この9話だけで、覚悟を決めたり泣いたり、ふざけたりいろんな銀狼の表情を楽しめる。スイカの被り物が奪われたってことはしばらくこの先、スイカは素顔か？被り物を奪われても取り返す位置に設置していたスイカ、かなり頭いいぞ。スイカが運転しているのかわいい。あれ被ってないから視界が悪くなるんだよね。水陸両用ラボカーすげえや。ラボの奪還はメタルギア的なステルス性の高いミッションで結構楽しめた。ラボカーにはいろんな素材はあるけど、すぐに攻撃に使える武器はないからどう乗り切るか。ジャスミンのスカトールで香りつけるってもう何しようとしてるかわかった。超絶久しぶりのメカ旋空。うんこの作り方ではなくうんこの匂いの作り方ね。うんこを手に入れたわ笑うって。天空の瞳に映るうんこが輝いてる。巨大な生き物がうんこ撒き散らしながら高速で移動してると考えたら恐ろしい。まだスイカに操縦させて大丈夫かな？道狭いから目がいい琥珀に代わってもらった方が良さそう。アマリリスは初の乗車。銀狼も活躍したけど、それよりもとにかくスイカが有能で大活躍した回だ。スイカがお面をまたつけたから、素顔を見れるのはもう終わりかな。一応偽の足跡作るのはいいと思うが、スイカと琥珀のバランス感覚に驚く。海からしか入れない洞窟という、隠れるには最適な場所。想像より奥行きのある洞窟だ。美少女がやらなそうな座り方を美女の琥珀がするからいいのだ。見えてないから問題あるまい。まあ旋空たちなら見えても大丈夫だろ。あ、でもソユーズは慣れてないから気絶するかも。アマリリスが一人で何かをいっぱい調達しに行ってくれた。キリサメでもかなり強かったのに、モズがそれより強いとなると、武器作るか氷河をぶつけるか、和解するかの三択かな。アマリリスが持ってきたココナッツからいろんな化粧品が作れる。このロードマップにあるものを昼までに全部作るってすごいな。封印解いた瞬間に爆発した。ボンバー。めちゃくちゃ硬そうな髪。セゲの勢いで旋空が怪我するほどに。リュウさんの擬人化が可愛い。シャンプー泡立ちすぎて体全体を覆うほどになってる。手動ドライヤーというパワーワード。どんだけ剛毛だっていう旋空のツッコミが面白い。油脂で放送中の琥珀ちゃん、体勢がきつそう。そもそもラメもファンデーションも知らない銀狼に説明を。旋空の科学に関する技術と知識は、ただの科学好きを超えてる。アマリリスが欲しがってるのくさ。琥珀、化粧経験ないし鏡見ないで適当にやったからホラーになってる。むしろイバラやモズがどんな反応するかこの化粧で選抜行ってほしい。ホラーすぎてスイカが泣き出しちゃったんだよ。アマリリスによるメイクのやり直し。おーなかなか良い感じ。もともと琥珀は可愛いけどさらに可愛くなった。
外観からルリネっぽさが出てきてる。潜入候補は多い方がいいのはそうなんだけど、男が女として潜入したら、潜入しに来た者かに関係なく、性別バレた瞬間に終わるからリスク高すぎ。これは 100億%無理だ。声以前にこの服装は男の体格だとバレる。女の声出せる弦すごいし、これはメイクもうまくできてるから騙せるかも。おっぱいをメロンパンで代用してることに爆笑した。メイクしても髪の毛ないからね。この服装はダメだろ。どう見ても男の体格なんだよ。一瞬で気持ち切り替えて演技できるアマリリス。琥珀ちゃん元気キャラを意識して違和感出てる。ライザみたいに足にあれをつけることで太ももを強調。顔の可愛さとスタイルの良さで合格。モズに強さを見抜かれたけど、強い女が好きという趣味で助かった。選ばれないように必死だけど、こういう時の銀狼は運悪いからな。文明が一度滅んでも僕っ子の概念が再び誕生した。茨のおっさん、守備範囲が広い。石化光線強奪ミッション、展開が全く読めないけど先が気になって楽しみ。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。